みなさん、こんにちは。しょりみちゃんのしほとりみです。はい、ということで今回はね、ポテリハウスで買ってきたものをね、今回はねプレゼント交換をしていきたいと思います。でね、こちらはそのポテリハウスが あとね2日でね閉店ということで 50% オフだったんですよ。それでなので今回はね3000円分お買い物して、あのね交換しようってことになったわけなんですけど、はい、お会計行った時にですね、さらにね 50% オフと言われ、だから合わせて6000円分ぐらいだったんですけど3000円になっちゃったんです、はい、だから3000円分で買ってきたものなんだけど実質は1500円で交換みたいな感じなんですね。え？ごめんね、語彙力なくて。まあ、要はえお互い多分6000円分ぐらい入ってるんだよね。え、金額的には。え、じゃあ3000円分でしょ。あ、だから半額になる場合の元値はね、元値は6000円だったんですけど、半額で3000円になったんですよ。で、多分お互い3000円ねって言ったので3000円、半額になって3000円分が入ってるんだよね。ですが、はい、さらに 50% オフ、半額と言われて、はい、実質はもう1500円なんです。そう、だからこれ2つ合わせて3000円ぐらいです。そうなんです。もうびっくりだよね。びっくりですね。はい、安すぎて。え、6000じゃないの？そう、ママちょっと言っちゃって、あの店員さんに心配で、ね、え、これ、ね、これ計算してますかねって言ってさ、さらに半額なんですよって言われて、マジってね、ね、ちょっとびっくりしちゃいました。ママすごいびっくりしました。やばいよ、だってこれ2つでさ、1万2、3000円分ぐらいあるのが3000円で買えたんだよ。1万円もお得ということで、はい、やばいですよね。はい、ということでね、こちらを大丈夫ですか？こちらをね、交換していきたいと思います。はい、どうぞ。いいの、もう交換しちゃっていいの？いいですよ。じゃ、どうぞ。ありがとう。ありがとう、大地。すごい嬉しいな、幸せだ、私。どっちから開ける？じゃあ、じゃんけんにしましょうか。じゃんけん、いきより。じゃんけん。いいじゃんけん。最初はパー、よし、勝ったー。ずっこくね。え、最初はパーずっこくね。最初はパーって私言ったもん。あ、そっか。リミがグー出したのが悪い。でも普通グーじゃね。最初はパーだから私は。ダメだよ、やめて。やめて、痛い。リミが怒ってるよ、ほら目の奥が。リミ最初はグーってリミ喋ってなかったの。私がね、あのナレーションっていうか言ってたの。で、私が最初はパーって言ったから私はパー出したの。でもリミは何にも言ってないから。リミがアウト。私が最初はパーって言ったからパーを出さなかった、出さなきゃいけないわけ。リミはパーを出さなかったから私が勝ち。オッケー。じゃあしおから先にあげるね、リミちゃん。開けてほしいでしょ、私にね。開けるね、怒ってる。よっしゃ、開けたいと思います。はい、え、しおちゃんからになったの？はいはい。いいですか？いいですよね、先でいい？じゃあいいよ、もう一回やるじゃん。じゃあもう一回やるか、うん、こうしてね。はい、いいよ。面白い。ニミほら、じゃんけんして、じゃんけんして。なんか目がゴミ入っちゃった？大丈夫、痛そう。大丈夫、目薬する？ここのやつ入った。まつげ、まつげ入っちゃった。ああ。じゃあ10秒や、10、じゃあ10秒経ったらじゃんけんしようね。10、9、8、7、なんで10秒？6、5、4、3、2、1、最初はグー、じゃんけんぽい、イエーイ。じゃあ私が下げに行きますね。はい、ちょっとここでママと言うよね。はい、ちょっと私を先に開けます。はい、ということでね、じゃんけんで、ボクちゃんの先ということで決まったみたいなので。はい。これ、リミちゃんも一緒に見よう。だって、リミが選んだんだ、ね。そうだよ。でもなんかね、うん、触った感じふわふわなの。うんっていうのが出てます。何でしょう、こちらは。なんだろう、開けてみますか。何か。あ、なんか見て。なんかね、黒いのが出てんの。
これよ、もう出てんじゃん。なんだろうね、なんだろうこれ、なんでしょうね。いきますね、いきます。じゃん、おー、リュックじゃん。うわ、やば。おー、え、ちょっと待って、私ね、聞いて、あのね、私ね、白いリュック持ってなかったんですよ。え、超かわいいじゃん。え、アディダスです。アディダスなんだけど。え、やばくない？かわいいでしょ。え、超かわいい。え、これリミが選んだの？まあ、ママと一緒に、リミちゃんはまだ、ほら、一人じゃあれだから、ママと一緒に選んで、なんで選んだのか、ほら、リミちゃん説明してあげないと、これ。あー、それね。皆さん覚えてますでしょうか。動画で紹介したと思うんですけど、しほちゃんのこのね、何、ダンス用の300円で買ったんだよね。そうなんです。3級マジでやって、はい、300円ショップで、はい、300円で出たリュックがあってね、うんうん、それをね、ダンス用として使ってたわけですよ、うんうん、このリュックを。ゆりみちゃんどうして、ギーン、映ってる？全く見えません。もうちょっとカメラの前に。そう、これね、引っ張るとこんな感じ、映ってるかな、こんな感じで、あ、そうそう、これなんとね、こう切れちゃってるんですよ。でね、リミちゃんが一回ね、しほちゃんにこのバッグを借りたんだよね。で、使う前に、あれ、これなんかここ切れてないってなって、使う前だからね、しほちゃん、うん、ママもそれちゃんと見てたから、まあ、ちゃんと聞きました、まだ聞きました、疑われないようにママちゃんと証明写真も撮って使う前になってましたってね、リミ。写真撮ったの？そうだよ、リミがもし疑われたらかわいそうじゃん。リミがやったんでしょとかなっちゃったら、使ったからこうなったんでしょってならないように、ママがちゃんと使う前にこうなってたよって、ちゃんと時間も分かるようにしてね、リミしたんです。マジか。で、ね、リミはずっとね、これが切れててね、あれやばいなと思って、あ、カバンはリュックがいいんじゃないなと思ったんだよね。なるほど、はい、で、これになったか。そう、なんかね、黒いのであんまそういうね、いい形のがなくて、同じ形がね、え、超アディダス。でも、しーちゃんモノトーン好きだから。そうなの、私ね、しかもアディダスだし、そう、私のダンスの靴、うん、アディダスの白なんですよ。うんうん、え、超かわいいじゃないですか。どうですか。え、もう、気に入りました。よかったね、マジでかわいい。え、中見ていいですか。うん、中は何も入ってないよ、別に。うわ、すごい。だってこのリュック結構いい値段するからね。え、その値段見よっか。値段ついてんの、これ。うわ、やば、6500円だ、まず。そうそう、だからちょっとオーバーだね、3000円。まあまあ、それぐらいはママがいいよって言って。え、今ちょっとここにチャックだからね。え、ここを引っ張って、ちょっとボーって開けて、チャックがピン、大切なんだ。何それ、説明書。なんで撮った。ありがとう、うん、説明書まで撮ってくれる、うんうん、ありがとう、うん、で、中がね、こんな感じになっててね、うん、ちょうどね、なんか緑っぽいんです。あ、ちょっとポケットついてんじゃん。しかも見て、このここのポケット、ポケットついてるしさ、ダンスのカード入るね、うん、え、マジでやばい、超かわいくない、この色。あ、超テンション上がる、やば、嬉しい、ありがとう。よかったね、レミ、テンション上がるって。で、ここも見るね。いや、別のも合ってないけど、見てもいいんですか。え、やば、嬉しいです、ありがとうございます。え、これやばいね、私こういうリュック欲しかったんだ、白かわいいね、モノクロが欲しくてさ、うん、これもプレゼント。あ、ありがとう、嬉しい、こういうのも欲しかったの。本当、うん、本当、ね、ありがとう、うん、ありがとう、ありがとう。ということで、私はね、3000円でこの3つをもらいました。これありがとうございます、ありがとうございます。まあ、実質これがだから1500円ってことです。そうね、やばいですよね、はい、うん、やば、これ6500円が1500円になるね、まあ、約1500円ぐらいってことね。まあ、約だけど、うん、え、超良くない、これ多いです、これは買いだよね。ね、超お得じゃん、うん、マジでやば。なんかそれしてたら、もうちょっとなんかママとかもいろいろ買えばよかったとか思っちゃった。半額の半額ですからね、皆さん。シャーペンとかも普通に売ってたし、シャーペンが180円ぐらいだとするじゃん、それの半額の半額ってことでしょ。しょうちゃんもね、いろいろね、
ヒロアカとかのバッチとか持ってたしね。あ、そうだ、もっと買えたわね。そういうのもさ、あったし、まあでも今回はね、姉妹でプレゼント交換ということなので、しおちゃんは自分の選ぶわけじゃないんだけど、それを知ってたら、うん、リミは1500円これでしょ、あと缶バッチいろいろ買ってくれてたわけじゃん。まあね、あの、まあ、リミがもし鉛筆とか選んでたら、うん、あの買ってくれなかったんだけど、うんうん、私もアニメ好きってリミ知ってるから、うん、っていうか文房具はさ、しおちゃんなんかあの黒い鉛筆しか使わないっていうもうイメージがあったからね。でも最近はね、なんか、うん、なんかね、使うとは思ってるの、うん、なんか柄の、うん、4年生まで使ってたように、うん、でもね、なんかいいのがない、いいのがない、やっぱり無地が大好きなの、無地しか勝たんみたいなことになってます無地しか勝たんだってリ無地しか勝たんよでもリミも近いものがあるよね。リミもシンプル大好きだもんね。なのでね、これもほら、もうシンプルでね、もう可愛いです。ほら、モノクロのこの白黒。もうマジでね、うん、これからもこのリュックしか勝たんって言ってよかったね、リミ。はい、じゃあね、はい、次はリミちゃんのプレゼントを、あ、ありがとう、交換したいと思いますって言っても、多分これもう11分になっちゃったんで、動画分けるかもしれません。リミ編とシモ編で、ちょ、リミ編で次は。